はい、皆さんこんにちは。ペルソナ5攻略動画実況のマチャさんでございます。よろしくお願いいたします。今回ね、私が紹介したいなという思ってる動画のテーマはこちらの方ですね。はい、アルセーヌさんに、鉄壁の抗体つけたいなと思ってる人向けの動画になります。どうやってやるんやったかなとかね、久しぶりプレイしたら忘れたなとか、合体表の見方わからんなとかどうやって合体させたらいいかわからんなーっていう人向けの動画になります。上級者の方はね、温かい目で見守っていただければなと思います。今回のこの動画が非常に参考になりました。合体継承の方法を教えてくれてありがとうって人もね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではやっていきます。はい、このね、アルセーヌさんめちゃくちゃかっこいいよね。めちゃくちゃかっこいい。もうね、この角の帽子も羽もケツかっこいいよね。かっこいいんだけどね、もう限りなくね、特性が最初作った時弱いんですよね。排水のアンカーとか言うんですよ、本当は。本当はねその特性じゃなくて、やっぱ鉄壁の抗体とかね、いいじゃないですか。全ての状態以上にかからないんですよ。風もひかへんし、コロナにならない、もう最高じゃないですか。うん、このアルセーヌ作っていきたいなって思ってる人たくさんいると思うんですよ。で、僕のね、動画とかにもちょっと結構コメント来てまして、ずっとコメントで紹介しても結構めんどくさいんでね、もう動画作っちゃえみたいな感じでやっていこうかなと思いますね。はい。で、今回の、この特性なんですけども、知らんっていう人たちのためにちょっと紹介していきます。この特性なんですが、一回ね、ペルソナにつけるともう外せないんですよ。一生一生です。はい、このペルソナをもう一回合体で付け直すまで、もうこれ付け直しできないんです。ここのね、ポチポチポチってやってるこのスキルね、スキルはスキルカードとかで取り付け直しできるんだけど、このここの特性はもう一回作ったらもう外せないんですよ。はい、だから後悔のないね、一周目におすすめな、鉄壁の抗体の合体継承を今からね、僕が後悔ないように紹介していきたいなと思いますよ。それではやっていきまーす。ちなみにここのスキル構成の枠はね、真似してもいいっすけど、マチャさんの動画見ましたって概要欄に書いてくださいね。はい。で、まあ一応参考程度なんで、はい、いいか悪いか別としてね。はい、それではやっていきましょう。で、今回ね、紹介したいところの、必要な素材のペルソナ。素材って言ったら失礼かな。神様たちはこれですね。はい。カハク、サキミタマ、オバリオン、クイーンメイブ、ヌエ、バイコーンでございます。で、最後はアルセーヌになるよ、ということですね。ちょっと一旦消しますよ。で、必要な、ステータスですね。これちょっと言っとかないといけない。PLB ってありますね。上に。はい。主人公が、PLB、ペルソナレベルがですね、だいたい43ぐらいあるといいかな。うん。推奨レベル43です。43以上あれば、まあ、作れるかなっていう感じでございますんで。あと、DLC のね、ご購入をお忘れずにと。私に、はい、アトラスに貢献してください。はい、貢献ね。構成の時間だ。構成の時間ですよ。でね、ここのね、合体結果のペルソナ合体見てね、作ってる人もいると思うんですけども、僕が事前に調べた、まあこれがまあ早いかなっていう合体ルートがあるんで、やっていきます。もっと早いっていう方法があったらね、コメント欄書いてください。動画にしますからいいのがあればね、うん、いいのがあればね。それではやっていきましょう。二体合体ということで、最初ね、鉄壁の抗体っていうのを生み出す必要がありますよね。うん。ということは、まずそれを作らないといけない。クイーンメイブ、ペルソナレベル、43、僕47なってますけどね。これとヌエを足します。本当にこれが必要なのか？本当にこれでいいんですよ。するとね、鉄壁の抗体を持った荒はばきができますんで、すぐ技能を選びなさい。 いいですね。これいいですよね。本当に。全ての状態以上にならんってことは、テクニカルヒットとかね、受けにくくなるってことですよね。強大な力を授かって、うん、テクニカルヒットって知ってる？ダウン状態になっちゃうんですよね。で、大ダメージ食らうみたいな。うん。そういう感じになっちゃいますからね。状態以上ならないっていうのはかなり大きい。はい。荒はばきができましたね。だからこれ見るとね、僕ドラえもんが、ドラえもんで日本誕生っていうね、ドラえもんの映画があって、それで出てくる、ちょっとこう、ゆるキャラみたいな悪いやつがいるんだけど、それに似てるなぁと思い出すんですけど。できましたね。荒はばきができた。で、これで鉄壁の抗体ができました。で、
最初にね、荒はばきの鉄壁の交代仲間にしてるんだったら、それはそれで、まあ別に作る必要はないんでね。はい。それでは、ここからですね、バイコーン。ちょっとね、ポイントなんですけども、バイコーンね、2回足さないといけないんですよ。今だからこの後に素玉になるんですけども、これでまたね、鉄壁の交代も継承できるんですけど、バイコーンをもう1回足さなきゃいけないんで、間違いないでほしいなっていうことですね。はい、僕間違えたんですよ、これ。ロケハンで。あれと思って。ならねえじゃんと思って。いやいや、ここ、本当間違えないで。はい、できましたね。ちょっとね、編集になっちゃったんですけど、途中で合体事故起きまして、ちょっとスキルここ違うかもしれないですね。はい。まさかあそこで事故るなんてな、紹介中やめてほしいんだけど。で、まあ、すだまができましたよ。もう一回なんかバイコーン足さなきゃいけないっていうね、ちょっと呼び出しましょう。イゴールと話す。あなたの奇跡で忍者ですよね。僕と一緒ですね。うん。僕と一緒ですよ。はい、忍者のバイコン。このペルソンってはお綺麗な男です、ね。で、ここと足します。はい。バイコンと、素玉ですね。するとね、コロポックルになるんですよ。本当にこれが必要なのか。これよく出てきますよね。前回の動画でも出てきましたけども。選びなさい。はい。で、これでまあ好きなスキルをつけてください。二人とも。始めるのまあ荒はばき作れるぐらいになってたらもうスキルカードでスキルはまあ自由に調整できるからさ、まあ、そこはもう欲しいスキル乗せてってまああれとあれ欲しいとか あれ取れんかったいうのがあってもまあ問題ないのかなと思うんですけど、でできました。でするとねコロポックルができるんですけども、これにね今度は先見玉を足していきたいと思います。恋愛ですね。マジでね、実況中に事故はもうやめてほしいんだわ。怒りにくいのにね、怒っちゃうって何なんだろう。マハブフ入れとく、うん、で、合体で今度はコロポックルと先見玉足します。するとね、スライムになりますね。はい、スライムになるんですけども、この状態で鉄壁の抗体を取り付けた状態で、ロックしとくといいかもしれないですね。前の動画でも言ったんですけども、うまくいけば、スライムに鉄壁の抗体つけて、まあ、なんて言うんだろう、四季王子とかね、強いペルソナに継承させていくことが結構できやすくなるんで、スライム状態で鉄壁の抗体ロック、おすすめです。はい。できた。俺はスライム。お前、仮面よろす。よろしく。できましたね。あと戦車なんでね、はい、リュウジとのね、コープレーションね上げていくのにも相性いいっすよね。でこれで鉄壁の抗体の、スライムできたんで、これで登録してロックしておくということを忘れないでください。でスライムとですね、今度は、科博ですね。科博を足していく。本当にこれが必要なのか。するとね、オルフェウスの、ハムコですね。ハムコのメスシロ。引き継ぐ技能を選びなさい。ハムコメスですからね。ができます。これで、あとは好きなスキルをつけてください。これ僕はね、セーブデータが周回してるんでこんなん出てますけど、皆さんのは多分1周目やったら出ないです。はい、これはもうちょっと、しょうがないです。2人とも。1周目やってるイメージでね、やっていきますから。これもよく出てきますよね。前回の動画のパターンですね。ここまで入ったらもうパターン入ってるんで。で、前の動画でも言ったんですけども、DLC をインストールすると、まあ、なんていうのかな。あんまりなんかアルセーヌ作りにくくないみたいな。うん、いう意見がね、ちょいちょいあるんですけど、僕もそう思いましたね。あ、こんなに作りにくくなるんだと思って。どういうことなんだ、アトラス教えておくれよ。本当に。で、ちなみに、
このねアルセールなんですけども、武器化するとね中盤まで使える武器になるんで、解凍紳士ステッキね、これおすすめですよ。これあの警報中にやった方がお得かな。もうちょっとね威力上がるんで、はい、お金ない1周目のね主人公の皆さんにおすすめです。はい、おすすめです、はい、これいいっすよ。随分と余裕が終わりで金たんまりありますからね。はい、それではね最後の合体、2体合体でオルフェウスとオバリオンでアルセールになりますんでね。今のあなたに必要なものなのですか。必要ですよ。このね排水のアンカーというかゴミスキル、これもう使ってる人おるん、これこれめっちゃ便利やーって言うてるやつおるん使いにくいやろこのスキル、この特性か、うん、めっちゃ使いにくいやろ。バトンタッチを受けた時の行動で包囲された時のスキルが使えるってことか。バトンタッチした時にあーテルモピュライとかが使えるってこと。それもやりにくくないですかやりにくいよね。うん、まあ、これをね、鉄壁の交代にしましょう。これでね強いですよ、勝つるです。大きな力を授かって生まれてくるだろう。構わない。では始めよう。この鉄壁の抗体のアルセーヌにしちまえば、まあ、状態異常にはならないので、あと瞬間回復とかね急速回復とかのスキルをつける必要がなくなるっていうのと、スキル枠8枠満パンに使えますよね、瞬間回復急速回復をつける必要がなくなる。結構ね弱点とかがねアルセーヌ多いので、弱点とか抑えていくとスキルパンパンになっちゃうんですよ、うん、スキル枠8枠みちみちになるわけです。特性の方に状態異常の耐性のスキルを、鉄壁の抗体ねをつけることによって、このスキル枠をねギリギリまで8枠ギリギリまで使えるっていう、うん、ねことでございます。で僕のおすすめのスキル構成に関してはちょっとそれも紹介しとこうかな、うん、はい、アルセールのねおすすめのペルソナスキル、紹介も一応やっとこうかな、特性がですね鉄壁の抗体ついてますね。はい、はい、ご覧ください。これがマチャさんのおすすめの、構成になってますけれども、これ参考程度にね、考えていただければなと思います。真似する人は一応概要欄に僕の動画を参考にしましたというのとね、あと宣伝もお願いしますねこれは絶対にやっといてください。はい、で、じゃあ紹介していきますね。で鉄壁の抗体っていう状態異常に対しての耐性のスキルが特性に乗ったことにより、ここのねスキル枠8枠しか使えないんですけど、これをねフルで使うことができますよというところですね。で絶対これはやっといた方がいいよっていうのをちょっと言っときます。あの氷結がまず弱点なんですよね、アルセーヌって。もう皆さんもう見て分かったと思うんですけども、最初ね、うん、で祝福も弱点ですよね。でここはね無効以上のものを取り付けていただければなと思います。吸収とか反射とかね。で呪音に対しては耐性が基本的になってるんで受けにくいんですよね。呪音とか呪殺攻撃受けにくいんですけども、あのワンチャン死ぬ可能性があるんですよ。耐性だからといって舐めちゃダメなんです。ほんと死ぬ可能性あるんで、僕は不屈の闘士で抑えてみました。はい、でねこの3つを埋めることになってますね、はい、いや俺は呪音攻撃は無効にしたいっていう人はね無効以上のものをつけてもらってもいいなとは思うんです。ただ不屈の闘士をつけることによって、まあ、火炎とかね電撃とかで、まあ、大ダメージを受けることもあるかもしれないじゃないですか。テクニカルとかでね、死んだ時でもワンチャンね不屈の闘士で生き返れるので、僕は不屈の闘士にしましたよということです。はい、不屈の闘士つけることでね他の攻撃全てに対応できるってことだよね、うん、でここの物理なんですけども、ここはね皆さんおすすめはまあどうなんだろう、まあまあお好みで、うん、お好みでかな。パラメータがね、やっぱり耐性と速度がね、速かったら、やっぱり攻撃受けないんでね。うん。ここはまあ、お好みでっていうとこかな。うん。あとはね、ここだから、ここ含めて、この1、2、3、4、5ですね。物理吸収。ここの5枠はまあ自由枠ということで、呪音特化型とかね、万能魔法特化型とか、銃撃魔法特化型とかね、
そういうアルセーヌに、仕上げていただいたらいいかなと思います。はい、ということでね、マチャさんのスキル解説も終わったところで、最後にちょっとまあ言っておきたいんですけども、ここの鉄壁の交代じゃなくてね、献身の念の方がいいんだっていう人もいると思うんですよ。そういう人たちはね、次の動画を見ていただきたいなと思います。献身の念もね悪くないんでね、ただここ献身の念ここ特性でつけたら、ここにまあまあ瞬間回復ね、つけないといけませんよっていうことはちょっとまあご理解いただきたいなと思います。だからスキル枠が4枠なのかな、はい、いう感じになると思います。で、まあ、剣士のね、まあ、取り付け方わかんねえっていう人はね、次回の動画を、ご覧になっていただければなと思います。はい。で、パラメータね、きっちり99上げてくださいね。物理攻撃や銃撃攻撃をする場合は、力を99ぐらいにして、魔法攻撃使う場合は、魔法攻撃を99以上にしましょう。はい。あ、これも言っとかなきゃいけない。メギドラゴンこれ僕つけてるからさ、絶対コメント来るから言っとくけど、魔導の才能と万能ハイブースターはネットワーク合体でしか手に入らないから。はい。これ言っとく。もうコメントが あまりにも多いんで。もう今動画終わろうと思ったけど言っとくわ。修士刑を執行するのですね。ネットワークを介したペルソナ合体っていうのが、この鼻の長いおじさんに話しかけるとできるようになるんですけど、これね、ストーリー進めたらできるようになります。はい。ここで、まあなんか、このベルベットルームで Wi-Fi が飛んでて、合体させると、これできるんですよ。これ、まあできたら、ここ乗ってないですけど、完成した時に、魔導の才能とか、万能ハイブースターとかね、レアなスキルが、まあ取り付いてね、できる場合があるんですね。まあここで手に入れていただきたいなっていうことですね。はい。なんかネットワーク繋いでる人は得だよ。うん、ネットワーク繋いでないっていう人はできない技なんで。だから万能特化型でブースターハイブースターつけようと思ったらネットワークつながらない、あ違うできないってことか、あねえそういうことだよね、うん、はい、ということでございます。で今回の動画がね、非常にまあネタもまあたくさんあったと思うんですけども、おおなるほどと、いろんな情報ありがとうございます。合体化粧教えていただきありがとうございましたってことね、町田さんのこのチャンネルを高評価、あと登録ね、フォロー、ベルマークの通知のチェックよろしくお願いいたします。ということでね、次回の動画は献身の念の動画を紹介していきたいなと思いますので、アルセーノにね献身の念の動画つけていきます。そちらもまた別で見てやってください。ということで以上、解説のマチャさんでした。またお会いしましょう。バイ、センキュー。